今宵のコントロールがっていう感じです。はい、ちょっとコントロールを崩しておりまして、ワンエンドワンです。今日のこの11回戦、今限られてまいりました。低く落とした方がいいですけどね。はい、まっすぐです。うん、そうです。146です。最後ですね。はい。あ、ちょっと高めですね。やっぱり。やっぱり。そうですね。見送りはボールの球ですよ。ボールですかね。こういう場面で目立つところで打つのがこの人の身長です。しかしまとめ打ちをする人ですから、ここで一発出ますと今日は面白い心情です。また内側ですと、あら、一回調子を戻してまいりました。そうですよ、はい、あの久慈もあの2、うん、これはいい球です。内側がだんだんこう調子上がっていくような感じがしますよね。タイガーとしてはですね、はい、はい、バットは回ります。たら、これだけ実績のあるピッチャーですからね。そうですね。一つのタイガースの位置、和田も何かクロート受けのするいい選手になりましたね。そうなんですよね、はい、派手さはありませんけど、現在10試合3試合スライダー、はい、はい、ちょっと早いところです。早い球で僕は行くと思いますけどね。そうですか。うんと落としました。いい状態であるか分かりますね。さあ新庄です。